三国志スリーキングダムズは2010年の中華人民共和国のテレビドラマ全95話総制作費は日本円で25億円撮影期間は2008年9月から2009年7月まで登場人物は300人エキストラ数は延べ15万人日本での放送ソフト化では英大付きの 三国リーキングダムズと呼ばれる場合が多いが、英代を省略して三国志と呼ばれる場合もある。公式略称が三国志 TK となり、また中国では1994年のテレビドラマ、三国志演技と比較されて新三国とも呼ばれる。小説、三国志演技をベースに現代的な新解釈を盛り込んだ新時代の三国志である。五感末期、 小国として幼い皇帝を操り、暴政をしく当卓に不満を募らせる自重。首都の王院は、若き曹操に七世の剣を託し暗殺を企てるも、あえなく失敗し、曹操は逃亡するところから、物語はスタートする。やがて半当宅勢力が結集され、そこには、曹操、劉備、孫権、そして幼き孫権と後の三国時代の英傑が、集う。 半島卓連合軍はやがてが壊するも、王院は両府を軽略にはめ、島卓は残殺される。しかし王院も官室の復興はできず、島卓進化の反撃により死亡。朝廷の権威は完全に失墜し、軍友が乱立する状態となる。曹操は中原聖派を目論み、助州を攻撃。そこに、助州の援軍として駆けつけたのは、劉備であった。 曹操を追い払った劉備は、そんな中、曹操は旧知の皇帝を救うことで皇帝を手中に収める。結局、劉備は曹操と結び、呂布を倒す。呂布、神宮は処刑される。曹操と結んだ劉備は皇帝に越見し、皇帝の真意は曹操の排除にあることを知る。皇帝から血でしたためられた御事のりを受けた劉備は、曹操を倒すことを決意し、 これと争う。しかし、曹操の優れた軍略の前に敗北し、義兄弟、関羽張飛とも離散する。関羽は、劉備の家族を守るために、曹操の配下に入り、敵将を多く打ち取る。やがて、劉備の生存を知った関羽は、曹操の同意を得、劉備の元へ向かう。この頃、中原の最大勢力であった炎紹は、 曹操を倒すために七十万の大軍を持って曹操を攻める。はじめは劣勢であった曹操は、優れた軍略と粘り強さで立場を逆転させ、ついに炎紹を破り、中原の覇者となる。劉備は炎紹を助けるも破れ、放浪し、同族、劉氷の治める慶州にたどり着く。そこで軍師助手を得て、その軍略を持って曹操軍を打ち破るも助手は、 曹操のもとに去ることとなる。去り際に諸葛亮の存在を知らせ、これを得ることを進める。劉備は三個の礼をもって、軍師、諸葛亮を得、天下三分の刑を解かれる。この七年前、江東では孫作が死に、若き孫権が後を継ぐ。諸葛亮の地望をもって曹操を一度は退くも、圧倒的な力の前に劉備は、江南に逃れることとなる。 曹操軍に追われ絶体絶命の危機に陥るも、長雲、長飛の活躍により無事に逃れることができる。諸葛亮は曹操に対抗するために孫権と劉備の連盟が必要であると考え、その締結に奔走する。孫劉連盟の締結後、呉の周囲は諸葛亮の再覚を恐れ、これを殺害しようと企てるも、ことごとく諸葛亮が切り抜ける。 そして前半のクライマックスである石壁の戦いに突入する。石壁で敗れた曹操は羽に捕獲されかけるが、関羽は過去の主従の恩からこれを逃がす。これに激怒した諸葛亮は軍法にのっとり、関羽を死罪にしようとするが、張飛は諸葛亮に反発する。劉備は軍においては親も子もないと張飛を怒鳴りつけ、義兄邸として、 責任を取るため共に軽視しようとするが、露宿の取りなしもあってことなきを得る。本居に帰った曹操は、家臣の前で石壁の敗北について語りかけるが、それを聞かずに眠り放ける芝居を気に留める。芝居の才覚を高く評価した曹操はこれを取り立て、才能豊かな息子曹を気に付けることとするが、曹をは毒蛇に噛まれて休止する。慶州では、 赤壁で勝利した孫権と劉備の争いが表面化する。慶州に残った僧人は周囲に攻められ一度は敗れるも逆に軽略にはめ、周囲を毒屋でいる。その争いの感激をついて諸葛亮は慶州を奪い、これを他の本拠を得るまで暮れから借り受けるという形で利用すると訳する。劉備はそのまま南へ半島を広げ、京陽長査を奪い、高中、 呂布を得る。周囲は劉備を捕獲するために、孫健の妹を劉備に嫁がせる名目で、高頭に劉備をおびき寄せる計略を巡らす。劉備はこの演談を受け、高頭に赴く。周囲の計略により、高頭を脱することができない劉備を諸葛亮の策が救い、劉備は、慶州に戻る。劉備を案ずる関羽と張飛は、政官を主張する。 諸葛亮にいても立ってもいられなくなり独断行動を取ってしまう。腹を立ててゲイアしようとする諸葛亮だったが、関羽の傲慢さと長飛の短期を今めるための芝居であり、それに気づいた彼らは再び諸葛亮の意見を受け入れるようになった。策が失敗したことに起こる周囲は、道を借りて、シャチを打つの刑を用いて、刑収奪取を図るが、すべて諸葛亮に見破られ惨敗し、 失意のうちに死ぬ。曹操に、父の馬頭を殺された馬長は、清涼軍を率いて、道官に攻め入る。曹操は自ら兵を率いて出陣するが、所詮は大敗。その後は、一進一退の攻防が繰り広げられる。馬長の陣営では選局をめぐって議論が行われたが、馬頭の義兄である清涼の大主関水が和兵を提案。曹操と長い会談をしたことで、 馬長の心に、関水への再疑心が生まれる。その隙を狙って、曹操は、清涼軍を破り、清涼を奪い取る。破れた馬長は長路に身を寄せる。長路は馬長に三万の兵を与え、劉備を攻めさせる。馬長の凄まじい戦いぶりに手を焼いていた広明は、策を巡らせ、長路と馬長を仲違いさせ、馬長を、劉備の敗下とすることに成功する。 宝刀を失いながらも、のりまさや、高賢な益州の将を仲間に加えた劉備は、劉将を降伏させて、政党を本拠地に大事をなそうと動き出す。一方、曹操は、上将から、義王に就くことを、重臣たちに勧められるが、純一句はあくまで官房長を助ける立場を、貫きこれに反対する。しかし聞き入れられず自陣。 権力を増す曹操に耐えかねた反義軍の阿孫たちも、処断されてしまう。曹操は、曹妃と共に、純幾が建てた数々の功績に思いを馳せ、冥福を祈る。慶州奪回を目論む孫権は、広明の実刑、諸葛金一族の命と引き換えに、慶州の返還を要求。周囲の公認で大都督についていた露宿は病を、押して、官を説得。 自らの命をかけて、同盟を維持しようとするロシクの勇気に心を打たれた、カンウは、慶州南軍の返還を了承する。しかし、ロシクの死後、カンウが、孫健の着手との隕石を傲慢な態度で断った、ことに起こり、カンウが、孫人らの守る繁盛を攻めている暇に後を引き継いだ、両毛と陸孫を送り込み、慶州各地を占領する。 関羽の部下たちが全員討ち死にすると関羽は毅然として自ら命を絶つ。孫権から関羽の首を受け取った曹操は手厚く葬るが、その時曹操も夫人の病に侵されていた。曹操は曹飛を後継者に任命し、志半ばで死去する。曹職との後継者争いに勝利した曹飛を皇帝にするべく芝居は検定に前情を迫る。 検定はなくなく少々記して去っていくが、自分の代で艦を滅ぼしたことに責任を感じ、船に穴を開けて、総光合と共に自害する。艦を失った悲しみから気力を失った劉備は、双皮が艦を滅ぼして、義を建国したと知り、猛に服す。広脇を含む配下たちは劉備に皇帝になるように、進めるが、劉備は怒りをあらわにする。しかし、病を装った。 弘明の説得を受け入れ、職を建国。自ら初代皇帝となる。まず劉備は、関羽の仇を討つために孫権との戦いを掲げるが、趙雲と弘明に止められる。鬱憤の溜まった張飛は劉備に、直談判に生き思いの竹をぶつけるが、二度と兵士を殴ってはいけないと悟される。しかし張飛は、聞き入れるどころかさらに厳しい罰を与え、我慢できなくなった部下に殺される。 その部下が孫権のもとに身を寄せたため、劉備は70万の大軍を率いて、ついに攻撃を開始する。呉を建国して皇王となった孫権は陸孫を大都督に任命。陸孫は隙をついて、劉備軍をひぜめにして大勝する。劉備は白定城に退き、不本意ながらも、呉との和睦を受け入れる。劉備は臨終の際、広脇を呼び寄せて、 これまでの忠説に対する感謝と即位の際に忠告を聞かなかった謝罪を述べる。さらに、馬職は標法に通じているが、大言相互が過ぎるので徴用してはならないと、忠告した後、息子の竜然が君主の器に値するならよく補佐してほしい。しかし使えるに値しない場合は広明自らが皇帝となって国を率いるようにと言い残す。広明は、 劉備の言葉に感動し、皇帝に即位した劉禅を補佐する。劉禅は、劉備の異名に従い、広明に、拝礼の上、父親のように尊敬するようになる。発売元、SPO、和光、富士テレビ、販売元、SPO 全編後編購入キャンペーンで、諏訪原博之が7枚、抽選で359名に7世以県、原寸大レプリカ。 レンタル DVD 特別編集前発刊発売元 SPO 和光富士テレビ販売元 SPO 発売元三国市 TK 公式朗読 CD 制作委員会販売元 SPO ありがとうございます。